輝ける黄金を計策せし者の光と相反した一面を見せよう。案ずることはない。私は私のまま、愛憎も信ずる心も変わりない。どうしても気になるなら、改めて私を知ってみたらどうだ。来るのが遅いわけではないが、まあ待たされた。待ちくたびれたわ。光が落とす影、相対する闇、そしてサンマルチーニョ。輝ける黄金を計策せし者のままであることに変わりなし。輝ける黄金の光は影を生み出す。この影こそ栄光を維持するのに必要なものに違いない。指揮官をサンマルチーニョの色に染め上げた。違うわ、闇に染まったのは指揮官を守るためなんだから。我が飢えを満たそう。たくさん食べよう。ん？ものすごーく食べるよ、指揮官。闇の姿のままで戦うサンマルチーニョを見たい？今の私の方が好きだというの？もともとのサンマルチーニョ？変ね。私は私のまま、別に闇落ちとか影落ちとかそんなのしてないし、元とか今なんてないはずだけど、もっと頼られている気がする。うんうん、美味しい感情ですこと。よくぞ母校に戻った。あなたを傷つけられる存在は何者なのか、これからもしかと見させてもらおう。輝ける黄金の航路を行く影あり。